しんでくれて嬉しいですよ。ありがとうございます。このお店ね、ブルースギターマスターが出てたお店だったり、ブルースダブッチャーも来てるようなんだよな。俺らはブルースをやらかそうと思うんですが、大丈夫ですか？面白いですか？大丈夫ですか？じゃあ次はちょっと、頭に掛け声入れたそれレイチャーズみたいなアルバムいつだろう、ライブで弾いて、いい曲かな。そしたら皆さん、こう、思い思いになんか、出たいとか、日本語でね、日本語で言いますよ、分かりづらいおい、皆さん、旅に出たいか、おい、金がなくたって旅ができるもんだぜ、おい、なんかこう、自分を探して、世の中こう、ぶっ壊して帰って面白くしたいという思いを込めてやりますので、でっかくの目の前ビートならお前の足元さビートが連れてるくらいでもやっちゃえばいいと思うけどどうねどうですかそう誰かが歌ってたそうなのOh!
の女の人が座ってることあんまりないんで。さっきの野球そっちのけじゃないですか。俺はそっちにそっちのけみたいな。ならないで一生懸命歌います。ごめんなさい。ごめんなさい。近づいてよく上からこう見たらすごいかなとか思ってしまった。ごめんなさい。失礼しました。解放モードとちゃんとやらなきゃモードが僕らにありますよ。解放モード終了ということで大事な曲がありますよ。こんな俺でもね、あの警察とかに不審がられながらも、休みの日はね、天気が良くて公園とかに行ったりするんですよ。で、いろいろ思うことがあるんですよね。最近心の底からそう感じられなくなってしまったりした、そういう曲をじゃあお送りしますよ。眠れやしない。
僕ら結成4年ぐらいなんですけど、初めて
あのスタジオ振るわればなんですか。もうちょっとすごいロックシーンのこれのかっこいいあれを録音したんですよ。で今日リズムちょっと足らないですが、喧嘩にならないで皆さん奪い合って買ってください。一緒に行きたいです。遊ぼうにマスターが遊ぼうしてくださいね。お一人で興味を持ってくれた方は、通販とかの買えるんですけど、終わったらちょっと声かけてくれたら、なんかほんと嬉しいですよ。冗談ではありません、本気ですよ。じゃあちょっとそんな感じからちょっと、いい余計な仲間を行きましょう。アルバム収録してるやつから、じゃあ君のそばで